らっしゃい、かぜでーす。はい、どうも皆さん、こんにちは、かぜです。あらっしゃい、かぜでーす。はい、どうも皆さん、こんにちは、かぜです。ですね、ここで皆さんに問題です。自分は今どこにいるでしょうか。ここでーす。ここにいまーす。ということでですね、前回の動画までチェコにいたと思うんだけど、今さっきね、バスを乗り継いで別の国に来ました。ということで今、カゼクはポーランドにいまーす。ポーランドに来たんですけど、ヨーロッパ編ね、始まる時にスペインとドイツに行くわって言ったんですけど、まあ結局フランスに行ったりチェコに行ったりしたよね。うん、だからもう別にスペインとドイツにこだわることないなと思ってポーランドに来ました。結局帰りの飛行機がね、ドイツなんで、ドイツにまた戻るんですけど、まあ寄り道がてらということでポーランド来てみました。ということでですね、今日の動画はね、今俺めちゃくちゃお腹空いてるよね。さっきポーランド到着して、俺がいたチェコからこのポーランドまでね、めちゃめちゃ時間かかったんよ。全然何も食べてないから、さっきね Google 先生で調べたら、ポーランドの伝統的な食べ物っていうのがあったから、それを食べたいと思います。ちなみにね、今ね俺ポーランドのクラコフっていうところにいるんだけど、クラコフの伝統料理でピエロギっていう、食べ物がどうやらね、このクラコフで有名らしいんで、ネットで調べたらピエロギが一番うまいよって言われてるお店が俺のホテルの近くにあったから、今そこに向かっているところです。ピエロギを食べながら、ポーランドのねクラコフってどんな街なのかね俺知らんから、ちょっと中心の方行って夜のクラコフになるけど見せたいと思います。それでは皆さん、チャンネル登録の方お願いします。着きました、こちらです。すごいいい雰囲気やね。ここの名前がね、読めないです。はい、ということでですね、ここのピエロギ食べてみたいと思います。はい、これがねメニューなんだけど、マジでこれってユーロじゃないよね。Z T、 これが単価なのか。 1ZT いくらなんだろう、全く分からんけど、まあいいか。ということで、一番シンプルっぽいやつ食べたいと思います。はい、 Which one is the simple one? The most popular? Yeah, most popular ピエロギ。クロスケ。Yeah, クロスケ。 So ルスケ。 Yeah. Ah, okay, so can I get ルスケ? Okay.Butter on the top? You recommend that? Yeah. Yes, please. It is a pierogi, right? Pierogi. Pierogi. Oh, okay. Okay. Thank you. Give me 5 minutes. 5 minutes, okay. これいくらなんだろう。ポーランドは調べたら物価安いよって言ったんですけど、チェコにいた時チェコも物価安いはずだったんだけど、チェコのプラハは観光名所だから地味にね高いみたいなことをね聞いたよね。このポーランドのクラコフが高いのか安いのかちょっとわからんけど、まあ、ドイツよりはいいと思う。知らんけど。できたっぽい。 Oh, thank you. What is this? Wow. Nice. Thank you.店員さんたちめちゃめちゃ可愛いです。蓋に落書きされやした。じゃあいただきたいと思います。違うか、プロコギなんだっけ。俺何食べようとしたっけ。あ、こちらがピエロギでございます。オーケー、なるほどね。画像で見たから大体想像ついたけど、想像のまんまやね。餃子みたいな感じらしいんですよ。中に肉が入ってるらしいよね。だから、ま、餃子よね。あのお姉さんのおすすめの玉ねぎみたいなのも乗っけていただきます。うーん、いいね。寒い日にさ食べるものってさ、おでんやん。あれめっちゃうまいやん、寒い日のおでんって。これ寒い日のピエロギ、寒い日のピエロギがおでんには勝てないけど結構いいね。あれ一番うまかったな、やっぱりチェコで食べた生肉のやつ。まだ見てない人は見てほしいんだけど、普通にうますぎたっていうのプラス、生肉って普段日本人食べないやん。でもそれを食べるっていう、なんかそのギャップというか新しい感覚も含め全部うまかったね。はい、ということでですね、今からポーランドの主要都市みたいなとこに行くんですけど、もうね多分ね色々閉まってるよね。あと何があるかも俺あんまそこ調べてないから、とりあえず行ってみてって感じかな。
はい、ちょっと寒すぎてね、このカフェラテを買ってきました。このサイズで480円だった。高いのが安いのかっつったら、まあ普通よね。ちょっと待って、ちょっとガチ寒すぎるから、ちょっと前閉めるわ。はい、ということでですね、中央広場っていうところが景色が綺麗みたいなんで、中央広場の方に向かいたいと思います。これコーヒー買った時にその店員さんに聞いてみたの。ポーランドってユーロ使えんのって聞いたら、場所によるらしい。だからもしポーランドね、旅行で来る人はね、カードで払うか現地の通貨持った方がいいのかもしれない。俺はいつもカードで払ってんだけど、海外の時は。カードのお話なんだけど、ビザが一番いいよ。カードのね、種類によっては使えないやつとかもあるって。俺のはビザのデビットカードってやつなんだけど、あれだったらね、今までね使えなかったことなかったからね。ビザのデビットカードおすすめです。コーヒーうまいよね。今ね、中央広場にね向かってるんだけどね、携帯のねライトを照らしながらやってるためね、多分道に迷うと思います。まあもし迷ったら迷ったでね、皆さんにはね何も危害が加わるわけではないんで、大丈夫と思います。ただ自分がね歩く距離が増えるっていうだけなんで、あう見て、安心してください。はい、ということでですね、中央広場に到着しましたっていうタイミングかなって自分で思ったんですけど、まあ、ここはどこっていう状況よね。はい、ということでですね、中央広場着きました。着いたんやけどね、ちょっとね伝わらんかもしれんな、悔しいな。これ一応見せます、こちら、こんな感じやね。今後ろにあるホンテッドマンションみたいなやつが聖マリア聖堂って言って、教会よね。めちゃくちゃここじゃ有名で一番大きい教会になります。はい、一応ね、俺この YouTube 始めるとき全部ね携帯で YouTube 全部撮ろうと思って、カメラ一番いいのくださいって言ってね、 au のお店に頼んだら、この12 Pro Max もらったんよ。あんま買ったんやけど、そのねナイトモードでね写真撮ったから、その写真がこちらです。マジで綺麗だからこれ伝えたくて、撮りました。はい、そしてね、行った国の国旗のステッカーをスーツケースに貼るっていうのをね毎回やってるから、近くのお土産屋さんでポーランドの国旗入手しました。ポーランドの国旗入手しました。なんかシンプルやね、言葉選べばシンプルやね。まあ言葉選ばないとちょっとダサい。What's up? Do you recording something? Yeah. It's YouTube channel. Yeah, yeah. Something? It's YouTube channel. You, great. Great. Hello. What's your name? Seba. You from here? I'm from Poland. Yes, from here. But not from Krakow. Uh-huh. I live in Mielec normally, yeah. But I'm studying in Krakow. Oh, nice, yeah. Nice. Whoa. I'm Kaze. Yeah. Kaze. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you too. And where are you from? I'm from Japan. Okay. And what content are you doing on YouTube? It's like a travel YouTube. Okay. So yeah. You're a traveler? Yeah. What's hitchhiking? It's not hitchhiking, but it's just like, you know, travel. And okay. I came here from the Czech Republic. Yeah. Okay. Yeah. And you are always in travel? Almost always. Money. Hi. For that. Tomek. Nice to meet you. I'm Kaze. Yeah, I'm from Seba. Ah, yeah. Nice. You work when you are traveling, or you your salary is from traveling and recording? Yeah. How many subscribers do you have? 1,040. Yeah. Great. Yeah. Good. Very good. Okay, so you are talking. No, 1,400,000. Whoa. Oh, yeah. can you your YouTube channel? Yeah. This is me. Whoa. Yeah, but it's for Japanese. Okay. So I always speak Japanese. So not like English version. Yeah. Subtitles? English subtitles? No, it's Japanese. But I have an Instagram. It's same name. Like, you know, Instagram, it doesn't matter, okay, like, you know, luggage, right? Cool. Like, you're traveling around the world, yes? Yeah.
Nice. What was the story that you decided to travel? Story. It's I start YouTube channel because I wanna tell Japanese people how much other countries are so beautiful. Yeah, so that's why I try to tell them. How often do you come back to your home or something? Depends on the trip, but this trip, mm-hmm. I mean in Europe, mm-hmm. it's a 2 months. Okay. Yeah, so 2 weeks later I will go back to Japan. Okay, yeah. Okay. And around Europe, like when you go from one place to another, or you're just in Poland now? No, I went to Spain, mm-hmm. Germany, France, Czech Republic. And our here. Our neighbors, yeah, okay. And here. So you were talking about what now when I cut this? Like today I just arrived here. Okay. And we're taking a video. So I just like how was this video? Oh, yeah, Krakow. Okay. So how was the Krakow? And then I will say like tomorrow I will go to the Auschwitz. Oh! And it's a lifestyle. Yeah, it's a lifestyle. Yeah. So how did you get famous on doing this? Actually, my friend, they're so famous YouTuber. So that's why I did it. And then like also like you know now it's a COVID, so it's so difficult to go to another country for Japanese. But I did, so you know it's kind of like rare, mm-hmm. you know. So that's why I think that's why people are interested because it's not that easy to travel now. Yeah. Can we say something to the camera and you will put it in the video? Yeah, I will do that. Okay, greetings from Poland. Be a positive person, be a positive people. Do what you love to do, and it's very important not to afraid of talking with other people, because I started talking with Kaze. And it's great experience for me. That can be experience for you. Wow. Surely. What you afraid of? Wow. That's good thing. Nice. Greetings from Poland. And guys, do what you love what you do, and I wish you all the best. So see you in Japan. Yeah. I hope. Yeah, I want to. Nice. Wow. Thank you. Nice to meet you. Can I take a photo? Yeah, sure. And on Instagram, I will tag you. Tag you. Okay. Okay. Thank you. So I will. I have to ask, like, because I'm a huge fan for you as a Japanese. Do you know any anime? Which anime do you know? Naruto. Yeah. And Dragon Ball Z, of course. Dragon Ball. Wow. Okay. Nice. You can write. Okay. Nice. Thank you for talking. I wish you all the best. Thank you. You too. You are good. Thank you. I wish you all the best. Thank you. Yeah. Okay. See you. Bye. マジ良かったね。ガチ、今声かけられたんだけど。いいっすね。楽しいっすね。やっぱりね。はい。ということでですね、彼らとね、話してる時に言ったんですけど、俺、ポーランドで、どうしても行きたいところがあって、それが、アウシュビッツっていうところに行きたいんですよ。これに関してはね、YouTube やってなくても、絶対に行ってたと思う。勝手に。でもね、この YouTube を始めたからこそ、自分がね、思ったよりもね、もっと早くね、そのアウシュビッツに行ける経験ができるんですけど、その点 YouTube にはマジ感謝ですね。ということでね、アウシュビッツってすごい悲しいね、負の世界遺産って呼ばれるものなんですけど、そこに関してはね、次回の動画で詳しく、そしてみんなにね、本物のアウシュビッツを見せれたらなと思います。ということでですね、次回の動画、お楽しみにしててください。俺もう本当に人生で一度は行ってみたい場所だったから、本当に休館日ではないことを祈りたいと思います。それでは皆さん、次の動画で、See ya!